アルハァ d j サワライズです。えーと、今日もレコードキーパーやっていきたいと思うんですけど、これちょっと今無音だと思うんですよ。えーとですね、これ、あのー、録音するときに、あの、音声入れるの忘れちゃったんですよ。というかなんか仕事の合間にやったんで、これちょっと、音声入れなかったんですよね。とりあえずガチャだけ聞くところだけ、動画だけ撮っといたんですよ。まさかちょっと音も消えてると思わなかったんですけど、まあそれでこれ、 やるのはこれ、ラッキー装備召喚ボリューム2の超絶武器のやつですね。のやつの動画やってるんですけど、まず普通の多分これ、えっ、ー、と、ノーマルガチャですよね。やって、えー、それでこれラッキー装備召喚のボリューム2、えっ、ー、と、超絶必殺技確定ってやつの、このラッキーのやつですね。ミスリル25個のやつ。これやるやつの動画なんですけど、まさかちょっと音も全部消えてると思わなかったんですけど、これも多分ジェムでやったっすね。そうっすね。えっ、ー、と、何出たのかを全然覚えてないな。これ何出たんですかね。えっ、ー、と、何出たんだろう。全然覚えてないな えっと、これなんだろう。ちょミラボ1個出てるんですね。ちょっと僕も、これ、V チェックしないで、そのまま、一発で、声をはめしていきたいと思うんですけど、えっ、ー、と、本当はね、リアルタイムに、こう、やりながら、えっ、ー、と、音を入れる方がいいんですけど、まあ、この無音状態でも、ちょっと思い出しながら、ちょっと入れていこうかなと思ってます。で、えっ、ー、と、何入出たんだろう。全然思い出せない。武器の超絶物理系のミラボっすよね。あー、スコール。 かぶ,りかぶりだったんじゃないですかかぶりじゃないのかなかぶりですよねやっぱりあサイファーかサイファーのかぶりが出たのかなるほどサイファーさんのかぶりが出たんですね、まあ、今これ取ってんのが1月のもう過ぎちゃってるんで結構前のこれこれ実際ガチャ回したの結構前なんですけど今ねサイファーの覚醒出てますからねこれは 僕もね、闇属性ではサイファーがもうスタメン決定しててるんですけどね。まあ、そんな感じで今回のラッキー装備召喚ボリューム2はサイファー被りだったってことがわかりました。ご視聴ありがとうございます。DJ スワライズでした。